明治文化研究会は、1924年、吉野作造を中心に結成された歴史研究団体。1923年9月の関東大震災後の東京では、震災により古き良き時代の面影が失われたというノスタルジーから明治時代の解雇ブームが盛り上がっていた。一方、震災は明治期の文献を大量に消失。 参逸させることにもなったため、かねてから明治憲政史の研究を志していた吉野作造はこれを憂い石井剣道、小佐竹武史、小野秀夫、宮武骸骨、藤井仁太郎ら民間の研究者とともに8名の同人からなる明治文化研究会を1924年11月に結成した。会は明治初期以来の社会万版の辞層を研究しこれを 我が国民主の資料として発表することを評判し、吉野が会長に就任した。1925年10月以降開催されるようになった例会では、同人、研究者の研究報告、あるいは同時大臣の解雇団が発表されたが、参会者のほとんどは民間の研究者や構図家であり、専門の歴史研究者はあまり参加しなかったという。また、同年2月には、 期間し、新旧時代が創刊され、1927年には、会の編纂により明治期の重要文献を網羅した明治文化全集の刊行が始まった。会は、在来のアカデミズムの研究者の参加がほとんどなかった、文、在野性、庶民性に満ちていた点に特徴があった。すなわち大震災で壊滅した時代を解雇する、一方で、対象デモクラシーの影響を受けて、 明治憲法体制をその原点にまで遡って検証しようという思考性があり、これが木村武氏が言うところの明治文化研究会の反逆性につながっている。また、従来資料としては重視されていなかった雑誌、新聞など民間メディアを収集、利用することにより、政府の公式文書に基づく、政治には登場しない民衆の生活、 風俗の変遷発展をたどる民間史学を構築しようとする思考があった。1933年初代会長の吉野が死去すると後任は小竹武氏が就任したが、この後吉野を慕って集まっていた宮竹、石井ら、町学者の同人は次第に会と距離を置くようになり、彼らに代わり小竹に勧誘された左翼系の研究者たちが会の中心になるなど、 メンバーにも若干の入れ替わりがあった。特におさたのもとで事務局長的な役割を果たしたマルクス主義憲法学者の鈴木康蔵は戦時期にかけて自由民権運動史、憲政史における資料発掘や実証研究を進め、戦後憲法研究会による憲法草案要項の作成に際して明治期の主義憲法を参考資料としている。 また当時ほとんどの大学の史学科が明治以降の近代史を研究する講座を設置していなかった中で、林茂、大久保敏明など多くの日本近代史研究者を育成する役割を果たした。会は、戦中期には一時的な活動停止を余儀なくされたが、第二次世界大戦後、1946年の長岳の没後は、木村武氏が第三代会長に就任して、 西田長寿とともに、会の最高にあたり、明治文化全集の内容を増補し、第2版第3版の刊行を進めた。戦後活躍した、代表的な左派系の明治維新史研究者、遠山茂樹の回想によれば、戦前期に、日本資本主義論争の影響を強く受けていた、遠山ら比較的若い世代は明治文化研究会を、資料収集家もしくは構図家の集団と見て、 経遠しており、その後、演算は、おさたけらの論考の中に、唯物史観史学との共通性を、見出しその先駆性を評価するようになったものの、その時点で、研究会は、活動を停止しており、戦後世代の近現代史研究者に研究会の成果を十分に継承することができなかったのは、残念である、としている。1925年2月、 新旧時代の使命で創刊された会の機関紙は、1927年3月に、新旧時代、明治文化研究と開題され、同年10月まで刊行された。翌1928年1月には新たに、明治文化研究として、発刊、1929年7月には、明治文化と開題され、1944年1月まで刊行された。これらの機関紙には、 資料紹介、研究予定、コラムなど会員による比較的短い文章が掲載されたが、これとは別に1934年2月から1935年11月まで刊行された期間明治文化研究ではやや長目の研究ノート的な論考が掲載された。戦後の期間誌としては、第2版明治文化全集刊行時に添付された明治文化全集月報。 第3版観光時の新明治文化全集月報及び単行本の明治文化研究があり、戦後版明治文化研究では、大家となった旧来の同人によるまとまった長い論文が収録され、特に第6週は柳田泉寺伝として観光された。ありがとうございます。